激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。イエス、やってきました。モーくん。やってきました。今日も京都でモーくんです。ねえ、いいね。この京都で今日でいいよね。京都で今日じゃねえじゃん。今日も京都でだっつってじゃん。今日も京都で、ね。はいはい、このリズムがいいですね。今日も京都で。いや、リズムいいなと思いまして。ドゥブドゥブスンドゥブ。だから怒られるよ。はいマジで本場の人ばっかりだから、はい、怒られる。ごめんなさい、はい、今日どこでしたっけ。ケントデリカット。違う、ね、プロレスラーみたいな名前出す。違う、デリカオンドル。はい、デリカオンドル。デリカオンドル2号店さんに。そうですね、そうですね。で、はい、今日ね、スンドゥブ、はい、スンドゥブ食べてます。前半の動画はですね、はい、まあ、前半ちょっとモークにね、スンドゥブ食べてもらってたんですけども、はい、それはですね、前半の様子は、はい、概要欄に貼ってますね。そっからちょっと見てください。はい、はい、で、これから、ジョニーがですね、これ激辛マックス、マックスレベルです。これ何倍なんだろうね。いやー、わかんないですけど、マックスによっかな。いや、多分わかんないですよ。かなり辛かったです。シンシューが、はい、はい、これ辛さマックスじゃないですか、はい、これ通常のより何倍なんですかね、大体4倍くらい。4倍。4倍。ちなみにこれ頼む人とかいるんですかね。いない、いない、ほぼいない、ほぼいない、ほぼゼロに、ゼロに近い、ゼロに近いと。またここでね、デリカ温度でね、ジョニーの名を刻むと史上初ですよ。4倍っていう微妙な。そう、嘘でもさ、声でいけよ、声でいけよ。僕的に、体感的に言うと、うん、4倍どころではないと思います、うん、はい、全然、それどころじゃ40ぐらいだと思いますよ。ちょっとじゃあ、ちょっと取り出そう。リアルだから、リアル、リアル、リアルで、リアルで。じゃあ行きましょう。いただきます。いただきます。はい、うわ、なんか弾力感ね、怪しいな、弾力感。ほら、ポンポン寄せますね。重くない？はい、さっきのなかったし、密度が多分すごいですよ。見た目ね、別にそんなにさ、あんま変わんない、変わんないんですよ。でもね、これ口に運んだ瞬間どうすか。まあ、やっぱ来る、なんかね、はい、最初、あ、みたいな、全然いけんじゃん、はい、来るね。いや、最初優しいですよ。喉に来る、これすごい。これ普通にうまいっすわ。いや、美味しい。熱いし、あー、グツグツ言ってましたよね。おいしい。うん、あかっ。うん、うん、まっ。出汁がすごいですよね。あー、なんかアサリとか入ってて、まあいい出汁ですわ。ご飯完食でした。はい、完食しました。あら、一丁子タイム始まりました。塩気タイム、開始3分でこのざまですよ。なんかまた山椒とかと辛さが違いますよね。うん、うん、今冬じゃないですか。こういう寒い日にこれ食べるとなおなんか美味しく感じますね。冬こそスンドゥブですよ。一番人気って書いてますんでした。これね、一番人気らしいですよ。もうくん、はい、ちょっとね、いいこと思いついちゃって。いや、大丈夫です。いやいや、ちょっと見てます。はい、卵見てください。はい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 、この卵をね、はいはいはい、この卵あるじゃないですか。はいはいはい、ご飯の上に乗っけると。おー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 、乗っけて、これをはい、これ崩すと。はいはいはい、うーわー、うわー、うまそう。卵かけご飯ですよ。うわー、うまそうっすね。卵かけご飯だったらそのまま食えよ。たとえ下手くそかな。うまそう、これ。そうそうそう、これね、うまそう。いいじゃないですか。いや、そこにもう、じゃあ進んでもらう。うわっ、かけちゃう。あらら、がっつり。僕がさっきやってたパクリ。言うなよ、言うなよ。言うなよ。なんで言う。おかしいだろ。前半ゴリゴリにやってた。もうこれ見てって。いや、ゴリゴリにやってた。あ、それはうまい。どうすか。うん、幸せ、幸せ。あ、ズブと卵が合うわ。これズブなんですか。ズブ大丈夫ですか。マジ怒られない。花子を花って呼ぶような感じだよ。あの、YouTube で韓国好きが多いんですよ。あ、そうなんだ。え、そうなんだ。なんで韓国系の YouTuber 伸びるんですよ。なんで韓国って入ってるだけで再生数取れたりするんですよ。マジで。はい、なんで適当になんか韓国語を読んだりとかバカにしたりするとマジで戦いますよ。スンドゥブっつったらもう、これ、編集する際入れてる、これ。ごめんなさい。反省。全然可愛くないから。まあね、でも確かに辛いもん扱ってるんだったらね、韓国のね、視聴者さんはね、狙っていかないじゃない。はい。い
そうっす。なんでみんなで激辛トニーさんのチャンネルを炎上させよう。イエーイドゥブドゥブ。そうこうしてるうちに見てください、もうこの汗がやばいですよ、もうびちょんこということで完食させていただきました。おうん、うまい、これ普通においしい。普通にサラリーマンが住んでて食ってるようしか見えないですよ。お、本気モードだ。このジョニーを本気にさせたこのドゥブドゥブ、はい、蹴りをつけてやる。ストリートファイターに流行ってるんですか。もう本当ですよ、これ格闘ですから。あ、そう、毎回激辛料理食べてるのも格闘ですから。もう戦いなんですね。戦いです。戦いをする格好ではないですね。うまい。なんか犬の餌みたいな。誰が犬だ。誰が犬だ。うん、ご飯を置いたぞ。残すのはこれね、ドゥブ本体を。いい汗かいてる。アサリさんがいますよ。うん、アサリさん美味しい。美味しいっすよね。なんか嘘っぽく聞こえる。適当になってるもんね。もうなんかもう何回目ですか僕ら。5回目ぐらい。4、5回目はい。もう回ごとにね、雑になってきましたね。いやいや、そっちのボケも雑じゃん。いただきまーすって言って乳首くるんだから雑でしょ。そんなお茶入れてもらっていいですか。マネージャーか。俺はマネージャーか、お前の。学校がマネージャーじゃん。学校がマネージャー。入れて入れて。モサモサ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ふざけんな。おい、もうちょいですね。うわ、すげーい、すげーい、すげーい。これちょっとおねえ出た。え、おねえ出ましたよね。え、違う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 、そういうマジック。まあでも美味しく食べますよこれ。うん、後半きついんじゃないですか。下に、はい。うん、最近やってて思うんですけど、うんうん、ただ激辛料理、あー辛い辛いってなっても、はい、はい、それはもう違うかなと思って、もう僕はもうその域はもう達したと、はい、これからは本当にやばい辛いよりも美味しい、何一つね表情変えないで美味しい、うん。何その星、何それ、何その、何言ってんの。いやいや、何言ってんだろうなって言って、はい、美味しく見せるのがやっぱ仕事だなって。いや、でもジョニーさんが食べてる様子を見ると、うん、僕もなんかお腹減ってきますもん。本当ですか。はい、まあ、まあ、だから多分美味しく見えてたりとか食欲をそそりそうな食べ方をされてるからじゃないですかね。まあ、その領域にもう、もう達してますよ、ジョニーさん達してます。はい、もうやめていいんじゃないですか。もうこれ流し込みました。うわ、喉が焼けそう。いただきます。やばい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 。大丈夫？大丈夫？うおー、すごい。完食しましたー。すごい。すごい。すごいね。すっげえ。完食しました。これが激辛ジョニーですよ。辛さレベルの、発表していきましょう。はい。で、ジョニーの食べた、はい、激辛スンドゥブ辛さマックス、はい、激辛、はい、辛さ、辛さレベル、じゃらじゃじゃん、辛さレベル6でーす。おめでとうございます。ありがとうございます。え、10がマックスで、10マックス6は結構じゃないですか。まあまあまあ辛い方なの。僕のはえ、もう1ですよ。1って何。1ですよ。まあこんな感じです。まあでもね、はい、普通にまあ美味しかった。結構女性客が多かったんだよね、女性のお客さんが。うん、やっぱりね、韓国料理好きな女性の方とか結構いるじゃないですか。やっぱり最近チーズブームだったりキムチの辛いブームだったりしましたもんね。チーズタッカルビとビビンバとかハラミ丼とか他にもいっぱいあったんで、毎日だからサーティワンアイスクリームみたいな感じで31日ずっと食べられるみたいな。おっおぉ思ってない。うまいね。思ってない。あの、じゃあそれ言った後におうまいねっつったらもうこっちは言いづらいんだよ。まあ日替わり定食、日替わり定食みたいな。はい、メニューもはいすごくいいと思います。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。お店の名前何でしたっけ。
先頭デリカだ。デリカ温度だよ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとりねっとり。ボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと